じゃあ君、外見たいな。少し開けようか。どうぞ。それか、日に当たりたいのかな。ちょっとね、開けすぎると暑いんだよね。そう、やっぱり。はい、どうぞ。はい、どうぞ。いいですよ。ちゃんくんも、ポンちゃんも、ポンちゃんは直接光に当たってはいないけど、ここ結構あったかいよね。エアコンで冷房の効いている部屋の中で日に当たるという猫界では最も贅沢と言われているね。幸せな猫ですね。ジャン君、そこ登らなくてよかったの？ちょっと邪魔しちゃった？いいですか？ジャン君、健くん、健くん。ちゃん遊んでんの？あいたー、ポンちゃん、今日はね、危険だよ。30度超えてますよ。30度超えてる上に湿度が 60% ぐらいらしいよ。暑くなったらすぐこっちおいでね。じゃあね、まあ暑くてこっち痛くないから、バイバイ。バイバイ。バイバイ。はい。ジャン君も来たけど暑い。ジャン君はこっちね。いい子いい子。プレゼントが届きました。どうもありがとうございます。先にお礼を言ってしまう。パンダくん、はい、
パンダ、コパンダみたいなこと。楽天のパンダさんだ、コマシ。なるほど。キャラクターさんだね。そういうことですか。うん。はい、まずは、じゃあお手紙読んどいて。お、セリアに寄ったらカフェオレボールがありましたので送ります。よかったね。買わなくてよかったって。なんか見当たら、当てにしてたらいかんよ。見当たらなかったのね。とりあえずちょっと見たけどね。うん、いいのがなくて買いませんでした。ちょうどよかったって言っていいんでしょうか。抹茶マシュマロ。マシュマロ。あとこれは何？ギュッとわかめ。ああ、これもスナックっぽい感じかな。うん、あ、好き好き好き。そうだよね。はい。そして。足足じゃないの。足イカタコイカ、はい、開けてください。イカさん、あ、本当だ、イカさん、かわいい。イカです。この大きさと肌触りはジャン君の餌食。え、でもなんか、ほら、あ、本当だ、なんか入れられる、うん、入れられるようになってるよ。ミニポーチって書いてあるよ、ジャン君の餌食。そうっすか。はい、はい、でもふかふかだもんね。次これお皿だ。あ、これは何、ひょっとして、あれか、カフェオレボールとカフェオレボールのお揃いソーサーってことだ。あ、カフェオレボールってソーサーないよ、本当はね、普通はね、うん、うん、でもお揃いなのかな。あ、はい、桜みたいなお花、はい、梅みたいな、ちょっと、マットな、そうだね、あ、かわいいね、うん、へえ。よいしょ。おしゃれですけど、あ、危ない壊さないようにね。よいしょ、よいしょ。あ、イカさん、はい、いつもこの袋がかわいいんだよね、うん、こうしておきましょう、うん、あ、あとこれ、はい、まずこれを開けないと、カフェオレボールね。あ、はい、本当にカフェオレボール。お揃いっていうのではなくて、色を色違いだね、合わせたっていうことね。うんうん。あ、はい、なんかあの、これをやって、これになんかお菓子とか乗せて、うん、お茶のとこに、あの、耐熱のこのデザインみたいだけど、あれとはちょっと違うのかな。カフェオレボール、意外とこういうか、あのデザイン多いよね。そうか、よくあの白でさ、うん、チンしていいよみたいなやつあるよ。あ、これチンしていいやつだよね。あ、そう、レンジはオーブンとか直火はダメだけど、うん、レンジと食洗機は OK って書いてある。はい、ありがとうございます。使わせていただきます。そうなんだよね、チンできないとカフェオレが上手に作れないからね。あ、そうだね、ミルクを沸かさないので、うんうん、そして国産大豆の黒豆茶。いろんなお茶があるね。本当だ。あ、なんか美味しそう。練りころ梅。あ、好きな感じ。練りころ梅。はあ、これが梅の味。ちょっと酸っぱい感じが伝わってきます。うん、そしてこれは柚子、金柑。金柑？うん、へえ、美味しそう。金柑みたいな形の飴なんだね。飴なのね、うん、本当だ、柚子、金柑、卵、ラカンカエキスを練り込んだ爽やかな味。ラカンカってあったね、うん、なんか喉にいいやつとかだよね、うん、あとなんか、はい、うなぎの、はい、うなぎの、知ってる、これうなぎボーンって骨ね、うん、へえ、もうね、パリ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 食っちゃうんだよね。好きそう、好きそう、黒金がとっても好きそう。やっぱおっさんってことだね。はい。はい。怠け者。ケンちゃんと顔が同じように似てます。あっちのケンちゃんの上に乗せたら、ね。うん。かわいいね。ここに入れる。うん。これはこれ、ここに入れとく。はい。あ、本当に色が合ってる。あ、ちょうどいいね。怠け者とイカの夫婦ってことだね。うんうん、あ、お皿、小皿。はい、和風だけど肉球のお皿です。はい、赤と青と、はい、こうなっていい感じです。ジャン君とポンちゃんのおやつ入れになるかもしれません。おやつあげ、うん、おやつあげになるかもしれません、ね、あ、せっかくリボンで結んであったのに取っちゃった、うん、まあいいよ、リボンで結んでありました。ジャン君おいで、ジャン君こっちおいで、
よいしょ。こういう感じで結んでありましたおリボンが、あ、こちら。はい。はい。バーバパパ。はい、ありがとうございます。プレゼント仕様になってたらね。はい、開けてください。はい、マグカップです。マグカップ。マグカップ。あ、あ、いいってこと？よいしょ。蓋付きなんだ。あ、なんか入ってる。バーバパパ。パーティーカップ、はいはい、あ、お菓子が入ってる、あ、クッキーとかが、クッキーとグミが、あ、バーバパパ、パパの形のグミが入ってました。かわいい、ここバーバ、ね、バーバパパ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ、よいしょ、はい、これはちょっとこちら側にジャン君とポンちゃんが入るかもしれない。よいしょ、よいしょ。これは何かな、なんかいろ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 選んでいただいて、はい、申し訳。お、マスクだ。これはマスクだね。はいはいはい、うん、洗えるマスクってことじゃない？ほら、これがなんかロゴっぽいのかな。あ、違うよ。それはね、あの、お値段が消されているの。あ、そういうことか。そうそう、わざわざお値段を消してくれたの。シルエットかと思って。違うのね、うん。多分、洗って使えるタイプのやつだね。はい、なんか、いつもありがとうございます。そうだね、買わなくて済んじゃってて。ちゃんと、ごめんね、世の中の皆さん。3枚、お母さんの分と3枚。あ、ほんまや、気使ってもらって。ね、ありがとうございます。美容師が考えました。優しく結ぶヘアゴム。髪の毛をキュッと結んでも絡まりにくくする。へえ、そんなのがあるんだ。使ってみます。よしよし、これが何かな。なんか立派なお米の形。ああ、本当だ。米、お菓子になるのかな。そしたら米、米空洞、米空洞。ん、うん、なんか重たいよ。お米アマビエ予言の鳥日本セット。ん、なんだ、うん、アマビエってあのアマビエ、はい、そういうことだね。うん、よいしょよいしょ。あ、綺麗に取れない。よいしょよいしょ。あ、こういうの綺麗に取れたい買ったけど無理でした。よいしょよいしょ。うん、ダメだ、キリック取れなかった。よいしょ。お、どうやってなってんの。よいしょ、ここがやっぱ取れてない。よいしょ、あ、こうね、なるほど、こうでした。お、はい、お、お米だ。あ、本当にお米が入ってる。アマビエ米ってこと。アマビエさんのお米だからいいんじゃない、すごく。予言の鳥。あ、これはそのアマビエについてが書いてあるのね、うんうん、青森県津軽ロマン無洗米 300g。 ありがとうございます。これを食べて、え、なんだっけ、疫病退散か。昔々、疫病が流行したら私の絵を描いて見せなさいと告げた妖怪がいましたとさ、うん、その名はアマビエって書いてある。なんだっけ、あの人、ゲゲゲの人は水木しげるさん、水木しげるが描いているアマビエの絵を見たけど、うん、私の絵を描いてって言った割にさ、難しいんだよ君っていうような、まあ作りで。そうだね、アマビエさんはね。でもこんな風にね、うん、あの可愛い感じもねあるんだ ね。昔々、さあ、疫病流、またまた、たくさんのものをいただいてしまいました、ね、ありがとうございます。もうね、すぐにありがとうっていうことに決めている、うん、我が夫婦ですが、これでまたしばらく生活できると思います。ごつごつ、楽しいものどうもありがとう。ね、ありがとうございます。カフェオレ飲みます。はい、遅れ出せながらポンちゃんチェック。あ、
手で避けた。スリスリしてるよ。あなた手で避けましたね。スリスリしてる。ここのふかふかが気持ちいいんじゃなかったの。ふかふか気持ちいいけど滑っちゃうんだね。はい、はい、滑るからこれにスリスリだって。あれ、スリスリ気持ちいいね。ポンちゃん、あー首にゃにゃ、ポンちゃんいいね。